もう一度外へ、1対1を仕掛けていく、ターンして右手で決めました。いや竹内も食らいついているんですけどね、はい、いやいいディフェンス、アウダと竹内のマッチアップ、1対1、スペース空けているか、ストックマンジュニア、アウダがバスケットカウント決めました。アウダです、お返しとばかりに決めていきました。しかもアウダもしかしてドリブルするのかと思って竹内は一瞬止まったような感じだったんですけどね、そのままスッといきましたもんね。そうですよね、あそこここから切り込んでいってオーサーオーブロック、ナイスブロックですね。いやモリスのブロックです。これもある程度分かってないとまずいですよね。大阪弁これ見事でしたけどね、はい、スピードがありました。これだったら彼の能力からしたらダンクいけたと思いますけどね、ベクトンのとこザック・バランスキーダブルチーム、ここで時間を使わせる、自ら押し込めて決めました。離したらアウダに出して、ここでファウルもらいながらバスケットカウント。と言いますと倉石さん、これこの後のボールのレシーブですけど、これもボールもらった時にステップ切ってますもんね、森川とアウダのピックアンドロール、自ら行った、ここは東京、はい、あっとボールは手につかないか、アウダに預けて、アウダが自らステップ切り返して運んでいった、逆転です。思いっきりユーロステップでしたね、これもミスなんですけどね、よくこれ、しかもあそこによくパスしましたし、この後です、いや素晴らしいステップですよ、これこれはディフェンスなかなか止めるのは難しいかもしれません。ただ森もなんとかつなぎました、はい、これはねディフェンスできないですよ。